孫滝は、長野県下高い郡木島平村にある滝。樽川に架かる尾滝、目滝、そして毎年5月8日と10月の紅葉の時期に、その姿を表す、幻の滝がある。孫滝は、木島平村を流れる樽川の上流にある。国道403号と長野県道451号7局、西原線が交わるところに神社が建っており、その付近を流れる樽川は、 連続して2本の滝を架ける。上流から順に小滝、目滝といい、もともと、村滝という名称は、この2本の滝の総称であった。小滝は高さ23メートル、幅5メートルで、神社のすぐ下を流れ落ちる樽川がそれである。小滝の真上には、橋が架かり、国道から川を挟んで対岸の神社まで橋渡しを、している。一方、目滝は、小滝の下流、 滝見橋急橋の真下に架かる。高さ5メートル、幅5メートルで、その広い滝壺には、オロチが住むという言い伝えがある。国道から見て、樽川を挟んで対岸には高さ80メートルの岩壁がそびえる。ここには、毎年5月8日と10月になると、高さ50メートルの滝が現れる。この幻の滝は、百二十三年に樽川上流で取り入れた水を、 中部電力の水力発電所、樽川発電所へと送る途中、導水路からこぼれた分が滝となって、樽川に落ちたために出現したもので、いつしかこれも、損滝と呼ばれるようになった。1984年に別の導水路が開通し、損滝には水が流れなくなったため、一旦消滅したが、地元住民や、 写真愛好家などからの要望で1987年から年2回限定でたる滝に放水、再び出現することとなった。そん滝には、毎年5月8日には、幻の滝を一目見ようと多くの観光客で賑わう。中には、幻の滝を見ると幸せになれると聞いて訪れるカップルもいるという、ありがとうございます。